全てのホースマンの憧れの舞台、日本ダービー。ダービーの素晴らしさを物語る言葉の数々が生まれてきた。1977年の4歳戦線、類いまれなスピードでデビューから6戦無敗のマルゼンスキー。しかしイギリス三冠馬二人スキーの持ち込み馬として生を受けた彼は、当時外国産馬とされクラシックに出走できなかった。その無念な気持ちを主戦の中野渡誠一騎手は語った。悪順は大外でいい、他の馬の邪魔は一切しない、賞金もいらない、この馬の能力を確かめるだけでいい。ダービー出走が叶わなかったマルゼンスキーは連勝を続け8戦8勝。しかし屈腱炎を発症し引退を余儀なくされた。無念の引退から11年、息子の桜千代の王がダービー制覇。5番の桜千代の王、戦いの場に恵まれなかったマルゼンスキーの進化を3区が証明した。歴代最多の196,517人の観衆が詰めかけた1990年日本ダービー。皐月賞2着からリベンジを誓うアイネス風神騎乗の中野英二騎手はダービーの思いを口にしていた。アイネス風神を一番人気にしてください。馬屋育ちでずっと小さい時からダービー見てて、勝つことはね名誉なことですけども、その年のね一番人気っていうのはもうファンが選んだ馬でしょ。一番人気にまたがるっていうね、責任感っていうか使命感っていうかジョッキーとしての心理ですね、どういう感じなのかなって。先頭アイネス風神、あと100、3馬身リード、メジロライアン白大生3馬手追い込んだがアイネス風神ゴール、堂々逃げ切った見事中野騎手、アイネス風神ダービー制覇。3番人気でのダービー制覇となったが、ゴール後自然と湧き上がった19万人の中野コール。まあ鳥肌立ちましたね。年に1頭しか出ない、そういうと大事なレースで名誉あるレースだと思いますね。そんな簡単に勝ちたいなんて言っちゃいけないレースなのかなっていうふうに思うようになってきてて、出た言葉だったと思います。2011年日本ダービー、皐月賞馬オルフェーブル騎乗の池添健一騎手は皐月賞のレースぶりから自信を持ってレースに臨んだ。しかしその一方で、ダービーを勝ちたいなんて軽々しく口に出して言えない、ダービーにはそれだけの価値がある、ね、デビューした当初はダービー勝ちたい勝ちたいって軽々しく言ってたんですけど、納得いく乗り方というか、ダービーに乗ってるけどダービーのレースに参加してないかったのが強くて、まあオルフェーブルでダービー臨むにあたって簡単に勝ちたいって言っていいようなレースなんではないと思って出た言葉だったと思います。そして一気に来たウィンバリアション、ウィンバリアション、ウィンバリアションですが、さあ内に潜り込んでオルフェーブルだ、オルフェーブル先頭、1馬身半のリード、オルフェーブルゴール、見事な2冠達成、ダービー制覇。他のレースはね、まあ、G1 ジョッキーなんですけど、もうダービーだけはダービージョッキーっていう称号がつくので、ファンの方もダービーっていう雰囲気を作り上げてる中でのダービーのレースなので、本当特別なレースだと思います。新元号令和最初の日本ダービー、今後語り継がれる新たな言葉が生まれる。